大阪市営バス港営業所は大阪府大阪市港区にあった大阪市営バスの営業所である。最寄りバス停は港車庫。配置車両の側面及び後面窓ガラスに貼られる所属営業所を示すシールの表記は港である。主として港区、西区を通る路線、弁天町バスターミナル発着の路線、住野駅南高地区の路線を担当していた。これらの路線は 店舗屋さん、弁店町バスターミナルにて創車を行っていた。また、鶴町営業所や東成営業所が主として担当している大正区、西成区、生野区の路線も一部の便で担当した。これらの路線は、鶴町車庫、西船町創車場、南馬創車場にて創車を行っていた。2013年3月31日廃止時点での担当路線。平日、土曜、 祝日とも、運転間隔は、おおむね40分程度である。74号系統は、ドーム前千代崎から、対象区西部を結ぶ路線である。2012年4月1日のダイヤ改正で98、英号系統が74号系統に改版される。朝、ラッシュと深夜のみの運行である。地下鉄今里弁天町バスターミナル間を、 運行していた頃は1時間に2から4本が確保されていたが、区間短縮後は本数が削減されている。2012年4月1日ダイヤ改正時点で、港営業所は急行系統のみの担当で、91号系統は担当していなかった。2006年春までは、全身の九助営業所時代から引き続き、三菱自動車製。 日野自動車製の車両が配置されていたが、2010年現在は三菱不走トラックバス、いすず自動車の2メーカーとなっている。CNG バスも配属されている。2008年にいすず自動車製の中型のノンステップバスが、2010年には同社の大型のノンステップバスが導入された。CNG バスのほか、かつては電気バスや蓄圧式、 ハイブリッドバスも導入されていたことがあった。ありがとうございます。